皆さんおはようございますおはようございます最良平ですはい店長ですはい今日は12月30日土曜日ということではい今日はやっとボーナス渡したらやっと店長が出てくれるって出 <laughs> た出たありがとうございますそうントに出てくれないんですかって言われてたんでそういうのよくないですよ自分なんかもうそういうイメージになるじゃないですか そういう感じでそういうイメージで23年も2023年も走ってきたけどさそろそろ忘れられてるんじゃないかなと思十、二2024年もさちょっと汚れな店長で走ってほしいと思うひどいっすねはいそんな感じですねそんな感じじゃないですそんな感じじゃないですまあ何にしても今日はもう今年も残るところあと2日は今日は明日でわあまあ大掃除とかができてない人とかは まあ今日やる日、今日も仕事納めじゃなくてもね、ずっとね、あの、仕事の人も、うちら、うちらみたいな人たちもいるだろうし、で、あの、締め飾りとか、あの、お餅とか、飾れてない人は、今日出すのはありだっていう話が結構あるけどね、はい。29日は二9 31日は一夜飾り、なんだったら30日はいいのかっていうことで、ああ、間に合わなかった、出さなかったって思う人がいたら、今日ね、えー、出してもいいんじゃないかなと思いますけども、えー、そんな感じで。はい。<laughs> 今日は今日は久しぶりに登場してですけど1月1日パンケーキの話じゃなくてパンケーキの話はいいですしないですよねしないですよねあと2日まだ今年あるんですけどそれよりも年明けて1月1日めちゃくちゃなスペシャルデートい聞いてたんでちょっと自分なりにも調べてて。 はいちょっと今日これを買っ変えてきたはいちょっと用意したすよ多いじゃないかはいこれ映ってますかはいはいまあ今年1月1日元旦にねあの超スペシャルデーとしてこうこれが被ってくるっていうまあすごいことよねこれねいはいなかなかないことなんだけどまあちょっと一つ説明するとまずこの1月1日の元旦、まあ、ちょっと待ってくださいまずまずそれなんですかこれはいちょっとね <laughs> 気になりますはい この鉛筆、はい、この鉛筆に巻きつくトカゲットを変たちっていう<が>ガチャガチャガチャですかはいなんですけどもとりあえずはそのままいきますか、まあ、そのままいきます2024年1月1日、はい、1> まず暦状の中で奇数が揃う1月1日ね、えー、ね3月3日5月5日 ね、そして7月7日、えー、9月9日っていうのは節句っていうところなんだけども、うん、1>, 1月1日はお正月っていうことで新しい新年の始まりっていうことでその節句を1月7日の人日にちょっとずらしたってことなんですけどもこの1月1日っていうのも奇数の数字が習うつまり奇数っていうのはね、はい、陰と陽で分かれた時に、はい、奇数の数字ってのは陽の数字「陽」つまり人のね え何にしても重いとかそういったものがプラスに働きやすいとかっていうのが1月1日なのでこのタイミングでまあ何かを始めたりとかいうのもそうだしっていうのがまあ節句のタイミングでもありますこれお正月ねはいそこに「旧世養豚始」ってのきますこれそれは自分聞いたことないまあ「養」と「因」があって、ね、えっとえっとねあっちにペンないかまあいいやえっとまあここに「養豚」って書いてあるんだけども「養」ここね「養豚って」と、はい。 陽とんっていうのは、この1月1日から、つまり今12月30日はまだ陰とんなわけ。陰。はい、つまりまあ物事がまだ影にこう、陰、まあの力が働きやすい。まあ、どちらかというと、まあ、ネガティブなものとか、まあ、ニュースとかもそうだったりするし、感情もそうだったりするしっていう、それがこの1月1日をもってして、陰から陽に入れ替わりますよという日。はい。ね。だいたい半年周期ぐらいで入れ替わると思うわ。 半年周期ぐらいで入れ替わっていくんだけども一応念のために確認しておこうかまあこの1月1日がこの養豚始めってのが来るわけよね、はい、で、えー、そうやね間違いなく1月1日次が6月の28日ぐらいまでで今度は29日からまた陰豚に入ったりとかってことで半年ぐらいのスペースで入れ替わってくるんだけどもこの旧姓養豚始め、はい、まずこれ物事が上向きに上向きに上がっていきますよそして過去にもお話ししましたけどもこれ木の絵の、ねはい 干とは全部で何種でしたっけ ?12 種<週>の中をもっと細,細かく見たら60種種いますよというその60種あるうちのトップの干と、はい、一番最初のえとですこれ、ね、このタイミングで何かを始めると長く繁栄すると言われています長くね、はい、これ「木の枝のねって,言ってでこれから出てきた、えっと、球場があります甲子園球場ね、はい、つまり 高校球児の繁栄を祈って講師園って始まったのがこの講師っ,ってこれ木の絵の根って読むんだけどこの木の絵の根も被りますとその絵で一流万倍日これはよく聞くね,、はい、ねこの一流万倍日っていうのはまあ小さな種を植えることでそれが万に実っていくっていうまあ小さな喜びも万に増えていくよっていう上で何かをねだから宝くじ買うのよりもすごいねあのいい人され,てまされてますここね一流万倍日そして天舎日、はい これはよく聞く聞1年でまあ何回だろう45回ぐらいかなあってもっていうこの天斜日で、まあ、神様が降りてきて今その万物のものに対してあのなんだろう応援してくれる日そんな感じっていうのが全部被ってるのが1月1日すごいですよねこれねもうないんじゃない っていいうぐらいまた何年後かしたらいつか戻ってくるかもしれないけどそうそう来るタイミングではないよっていうことよね旧世用途が今までなかったですけど「木ののねと「一粒万倍日」と「転写日」は動画撮り始めて一回あったかなかったかぐらいまあねまあそれぐらいのものが全部被るっていうしかもこれが元旦に来るってことよねすごいですよねって考えたらまあ何するよってことよ1日からうん そうですよねいや仕事せないけんそうですよ僕ははい <laughs> 私も仕事ですは,はい、はい、そこはちょっといつもと変わらずです <laughs> なんだけどもまあそうね前もってちょっとね言っておかないと1月1日前にもちらっと言ってたんで、えっとまあ、1月1日がそれだけスペシャルデーだよっていうことで桜庭先生はね、はい、いつでもロケットスタートあいつでもロケットスタートこうじゃないんだとこうだとあ<ー>こっからやるんだよっていう感じで、はい、多分でも旅行に行って温泉使ってると思うとう <laughs> だとは思うんだけどもう、まあ、このタイミングで皆さんは一体何を始めますかっていうことなんだけども、うん、そう、ね、どううねどだろうそれあれですか例えば今のうちに今この年,末、ね、年末年始のお休みとかでお休みに入ってる人とかいるじゃないですか、うんうん、今のうちにお財布を買っておいて1月1日から使い始めるとかまあそんなもんもいいと思う。 あそ,ね、あのその日から使い始めるだから結納あ結納じゃない結納はさすがにないなあの例えば婚姻届を出すとか、はい、うそうだしもうそうそあと何かしらの契約事だったりとかあとそれこそあの決意表明でみんな終字書くやん朝,、はい、朝とかいうか正月大体、まあ、いい2日の日が多かったりするんやけどあの書き初めみたいな感じでああいうのでなんかこう一つなんかねなんか 何かを始めなくちゃいけないと思ったら焦りがちなんだけども自分の中での簡単な決意表明でいいんじゃないかなと思います言ってしまえばでそうなんかその自分の中にあ「あこの言葉ちょっと大切にしよう今年」とかいうのを意識するとかああなるほどんかそういうことを一つ決めるなんか今年から使っていく手帳多分もうみんなあると思うけどそこの手帳にもう今年この字だけ大切にしようとかさなんかそういうことをやるだけでもいいんじゃないかなと思う なんかいきなりここからね、そりゃあ、婚姻届けとかさ、ね、お店のオープンとかってなかなかねえと、はい、思うんだけど、まあ、皆さんがもし、今年自分の心に刻んでおこうと思う言葉とか文字っていうものを決めておくっていうふうにして、それを手帳に書いたりするだけでもいいんじゃないもちろん夢とか目標を語ったりしても全然ありだと思う。それは大晦日の日にやってくれていいんだろうと思うんだけども、はい、1>, まあ1日の日にもちろんやってもいいと思います。 でまあ、神社に行ったりね、初日の出見に行ったりするのもいいし、ってただしそこに行って、私が一体何の決意表明をするのかっていうことなんだけども、私は今年絶対にこれを大切にしようみたいなことを一つ挙げてもいいんじゃないなって考えたら、はい、その言葉か、今、俺ちょ、ちょっと思い浮かんだ。え、漢字一文字みたいな感じですか。ううん、うん 自分自身っていうのは私が神ってわけじゃないよ、はい、私の中に神様がいるっていうことを信じる、はあなるほどあまあなんだかんだ言ってうちの師匠の前で言ったら怒られるけど、うん、自信があるかって言われたらそれは自分のことは信じてる自信は自分のことはもちろん信じてるこれもちろん一番大切なこと、はい 自分のことを信じてることが最も重要だよっていうことは人のことを信用しないんじゃなくて自分のことを信じてるから他の人も信用できる自分のことは信じられないんだけど他の人は信用するっていうのはいつも誰かに対して裏切られたって言葉を使うだから何面さんの言ういつも自分に期待しなさいと、はい、人に対して期待すると裏切られるでしょっていう言葉の一つが分かった上でもやっぱりいろんな何かしらの成果結果を求められた時に果たして自分にそれができるのだろうかそれが できるるのだろうかかと考えるからこそチャレンジする,チャレンジするでも絶対に結果が出せるかって考えたらそこを言うんだったらそこに関する自信はあるとは断言はできない、はい、だからこそ自分の中にある師匠が言ったね「はい、お前の中に神様がいる」と「人が神なんじゃないよ」って「人の中に神様がいる」って考えた時にまずそこを信じる、はい、そして自分の先祖から授かった全てのねあの、うん あの力。この体から流れてる血っていうもの自体もそうって考えた時に自分自身。って言ったら自分の中に神様がいるからこそそれを信じる。っていうことを忘れないようにしようかなと思う。なんかよく忘れがち。だから何か愚痴文句言ってる時もそこの神様がきっと見てるだろうし、はい、え誰もいないところで何かいい行いをしてもきっと誰からも見られてないんだろうなと思っててもやっぱりこの人が見てるよっていうことを知った上で、それをやってくるとなんか運のいい。 えー、生き方ができそうな気がするっていうのがちょっと感じたので今ふと思ったけど自分自身いい、ね、自分の中にいる神様、はいうん、自信や、ね、深いやねそれを信じるかなっていう感じでちょっと僕は今ふと思いてたことの言葉ですけどもそんな感じで、えー、なんか一つね今年1月1日が来た時に私が今年絶対に大切にしようといくつい何十個も書いてもいいとは思うんだけどねやっぱりね僕は器用じゃないので一つだけにしようとねって考えた時に。 ちょっと今パッと思い浮かんだのは自分の中にいる神様がいると思うんだったらきっと私たちが接していく人たちの中一人一人にも神様がいるってことを信じた上で、えー、来年に備えていこうかなっていうのをちょっと1月1日に自分のノートに書いておこうかな。はい、はい店長は いや、今から考えます大事ですじゃあ明日よろしくお願いします嘘嘘嘘はい、そんな感じで、はい 1>, えー、1月1日はスペシャルデーですので何を始めてみてもいいですはい、なのでだからといって焦る必要もありませんはい、その上で、えー、今日がね、12月30日ってことで、えー、大掃除ができてなくてまだ仕事の人もいるかもしれませんなんですけどね今までの話いくつかやりましたけどねあのー、年神様はねどんな家にも必ずやってきますその上で自分がそれに対してうんと、まあ大掃除ができてないとかね 決意表明とか夢とか目標がなくても大丈夫です、はい、なのでここにいるってことを絶対覚えておいてくださいねってことを知っておいてくださいってことです自分、はい、も忘れないように、はい、よろしいですかいすはいそんな感じでちょっと長くなりましたけど今日もガッツポーズで皆さんを見送ると思いますでは行きます、はい行きます、ね、せーのよっしゃということで今日も元気よくいってらっしゃいお気をつけて Hanakara